阿美町は茨城県の県南地域に位置する町である。稲敷郡に属している。霞ヶ浦に面する一部を除くと、畑作が中心の農村地帯で、未開地も多かったが、1921年に海軍が霞ヶ浦飛行場を開設し、翌年上里に霞ヶ浦海軍航空隊が開け隊されると、海軍航空の地として賑わうことになる。1929年に、 セッペリン白号飛行船が寄港。1931年にはリンドバーグ夫妻が網の地を訪れたりもした。1939年には神奈川県横須賀市から少年航空兵養成機関であるヨカレンが土浦海軍航空隊に移転。軍歌若橋の歌で知られるように海軍航空兵育成の一大拠点となる。これら軍事施設が集中していたことから、 1944年から1945年にかけて空襲を受け、特に1945年6月10日の空襲では、余家練習生や関係者など軍民を合わせて300人以上が死亡した。戦後は、旧海軍用地の多くが引上げ者によって開拓され、また一部が、旧正霞ヶ浦農家大学や土浦共同病院分院、共和発行。 遺跡の沖などに充当された。さらに自衛隊の設置に伴い、旧予レン一帯が土浦駐屯地、旧朝日村に近い一帯が霞ヶ浦駐屯地として、再度防衛用地となる。また、1957年8月1日、旧海軍航空補給所跡地に、防衛庁技術研究所土浦試験場が発足した。1955年4月、旧阿町、 朝日村、君原村、船島村の一町三村が合併し、現在の阿美町の町域が成立。1970年代以降は、首都圏や筑波ば研究学園都市への通勤者のための住宅開発が進むとともに、工業団地の造成や工場誘致に宣弁をつけた。また、霞ヶ浦の丘大学の更新、茨城大学農学部に加えて、 茨城県立医療大学が開学するなど、学生の町としての性格をも持っている。主要幹線道路沿いにロードサイド店舗の開業も進み、2009年7月9日には、首都圏中央連絡自動車道、網東インターチェンジ付近に網、プレミアムアウトレットが開店している。2006年に、東隣の稲敷郡美穂村との合併、市政施行が検討されていたが、 三穂村の住民投票により反対となったため白紙になった。従来から盛んだった農業に加え、近年は工業の成長が著しい。大学高等学校、中学校、小学校町の西部を JR 常磐線が通っているが、駅はない。土浦市の荒川沖駅と土浦駅、牛久市の日立の牛久駅が最寄り駅である。過去戦前は、 国鉄土浦駅から網まで、城南電気鉄道が通じた時期もあった。町内各地と鉄道駅を結ぶ路線バスが運行されている。よかれん平和記念館。ありがとうございます。